な,なんだこいつっていうのが最初からい最後まで <laughs>、はい、なんだこいつっていうまだ袋開けてないですけどプーさんは共鳴してみたいですよね。でですね、まあ、あのディズニープラスでこれ世界に配信される本作でございますけどこの「ウーパナンタの異世界に飛び込むようにですね ディズニー、ピクサー、マーベル、スターウォーズなど。別の作品の世界を体験できるとしたら。森田さん、どの世界に行きたいですか。いや俺かこれ、俺、<laughs> 俺だけじゃないですよね。み、みんなに聞くんですよね。これ、<ん>いや、あの、みんなにいってなったんですけど、今、あの、ここに、あの、僕の支配者がいるんですけど。<や>森田さんに、実績押しでお願いしますって。いや、と。 プーさんとかやっぱいいですけどねやっぱさっきぬいぐるみみんなもらってまだ袋開けれてないんですけどプーさんは共演してみたいですよね共演してみたい共演はい共演してみたいそうですねみんなでもプーさんだと思いますけどねいや結構意外ですけどね意,意外ですね 非常にその演技をするというのが初めてという部分がすごく難しかったところも多かったと思うんですけどどうですよあのね大先輩方がたくさんいらっしゃるんで先輩方からの何かそういうアドバイスだったのかちょっとなんか撮影の裏話というかコミュニケーションを教えてほしいなと思うんですけどどうですまず、えー、郷さんは、まあ、もちろん撮影の現場でもご一緒になるんですけれども、まあ、撮影の休み時間 の時に、まあ、喫煙所で共演することが結構あったので <laughs> まあその際に結構昆虫の話だったりとかその人類がその生態系を維持するためにはどんな動物だったりとか昆虫が必要だったかっていう話をまあ2人でタバコを吸いながら話すっていうところでやっぱこう演技に対してのモチベーションを上げて、まあ、リラックスして演技をするっていうそこで臨めたからっていうやっぱそれはやっぱ先輩からの言葉があったからこそだと思いますし。<laughs> これはでもあの森田さん昆虫の話をしたりとかっていうのはあのある意味リラックスさせるための一つのなんかこうアドバイス的なものだったんですかねこれはいや全然覚えてないですけど <laughs> 本当ですか、うん、なんかあのカガ一番こう人間をこう倒してるっていう話をさせてもらってなんか人間を一番倒してる昆虫は蚊なんだよっていう話をし,し,た, <laughs> したっけしましたいやなんかめっちゃ喋るじゃないですかはいなんなんだこいつっていうのが <laughs> 最初くらい最後まで、はい、<な>ずっとなんだこいつっていう感じでしたねまあでもエマニュエルさんはそのぐらいこうリ,リラックスできてたのがすごく良かったのかもしれないですねそうかもしれないですねムードメーカーだったじゃないかなと思います <laughs>、はい、ありがとうございます